第42回世界遺産委員会は2018年6月24日から7月4日の間バーレーンの首都マナーマで開催された。バーレーンでは2011年に第35回世界遺産委員会が開催予定だったが2011年バーレーンランでユネスコ本部に会場変更されたためこの第42回が同国発の世界遺産委員会となる。通常、 世界遺産委員会の開催地は、前回委員会時に決まるものだが、第41回委員会では、費用の高騰などもあって、立候補する国がなかったため、同年秋のユネスコ総会でマナーマに決まった。会場は、ユネスコ村である。文化遺産13件、自然遺産3件、複合遺産3件の、計19件が登録された結果、 世界遺産リスト登録物件の総数は1092件となった。委員国は以下の通りである。地域区分はユネスコに従っている。物件名に印がついているものはすでに登録されている物件の拡大登録などを示す。太字は正式登録された物件。英語名とフランス語名は諮問機関の韓国辞典に基づいており。 登録時に名称が変更された場合にはその名称を説明文中で太字で示してある。第42回世界遺産委員会の審議では、初めて世界遺産を保有することになる国はない。このため、世界遺産条約を締約している193カ国のうち、世界遺産を保有していない国は26カ国のままで変化はない。なお、韓国及び決議は、登録、情報紹介、 登録延期、不登録の4段階である。推薦国の申請に基づき、以下の通りに名称が変更された。このほイェリングンボ軍、ルーン文字石碑軍と教会が、イェリングバイキング時代の記念碑軍への変更を希望していたが、バイキング時代の扱いなどをめぐって、アイコモスが不承認とすべきことを示し、審議でも認められなかった。以下の通り、 警備な変更が行われた。今回の世界遺産委員会は11日間に及び、様々な議論が繰り広げられた。世界遺産という制度の注目度から多角的な議論が必要になっていることは仕方ないにせよ。例えば蒸気、その他の議題の不死にあるように、世界遺産と水の危機を絡めた議論は、委員会のみで解決できる問題ではなく、ユネスコの水文学セクションを交え長期にわたり、 検討すべきとされる。この水に関するセッションには NGO や民間のコンサルタントデベロッパーなども聴講者として多数参加していたが委員会に参加したことで開発に際して環境に配慮している姿勢を表す免罪符としたりダム開発を進める行政や建設業者から活動資金の提供を供与されるなどの利権に利用されているという指摘もある。議論が増えることで 委員会の会期が年々長引き、その開催費用は数億円単位に膨らんでおり、予算を捻出できない途上国での開催誘致が困難になってもいる。ありがとうございます。